うーっす、フローエバイナハテン。まだクリスマスじゃねえけど、パラダイスロストやりたいと思います。なんだっけ、地方か。報われない少年だったな。じゃあやるが、こんなとこにいたのかお前。意外に心機臭いやつだな。済んだことをあれこれ悩んでもしょうがないだろう。区長は相変わらずぶっきらぼうだが、注意深いものならうちに潜むかすかないたわりを感じ取れたかもしれない。ツンデレすな。無論彼女は気づいている。気づいているからこそ何も言えない。とにかくいつまでもこうしたところで仕方ない。ほら行くぞ。はい、わかりました。だから心機臭いのはやめろって言ったろうが。うなずく少女から目をそらし、彼は思う。また少しだけ彼女は変わった。以前のような無邪気さがなくなって、時折こんなひどく物悲しい顔をする。なんか成長の仕方がお互い逆だね。成長って言うのかね。なぜだかはわからないが、それがたまらなく不愉快だった。それとも恐れているのだろうか。いやまさかな、バカバカしい。クレメンスを滅ぼし、っていうか戦闘描写ないんだね。S 区画がまで上がってきたが、ゲートの制御装置などどこを探しても見当たらない。まだアズランが残っているが、それもダメなら八方塞がりである。ロト、私たちは本当に外へ行くことができるんでしょうか。当たり前だろ。鼻を鳴らして答えるライルに、彼にしか聞こえない声でナハトが囁く、あざけるように。それは無理だよ。なぜならお前はまた心を重ねた。はい。あれ、まだ2章ぐらいだっけ。3章ぐらいだっけ。これよりしばし幕開劇に興じましょう。私の名はクリミナトレス。父なるマスターのしもべにして歯車の一つでもあるものです。すべてはそう、あの時に背徳の都が滅んだ時から始まった壮大なる主の計画。予言が成就する日は近い。同胞たちの目覚めとともに私も責務を全うしましょう。反逆天使の一人として彼女を爆死拘束する。まず出始めに主を害するアングの輩を一掃します。次回パラダイスロストザ・インターミッションクリミナルファイアワークス。いわく我ら真の使徒、いざ行き行きて王冠の座へ駆け上らん。何語、番外編みたいな感じか。なるほどな。あっけない、終わりとは得てしてこんなものだろう。目の前に映るのは終末の宴、耳に届くのは滅びの旋律。陰陰滅滅とした男の声にはこの場にふさわしくない色というものがない。この場にふさわしく色というものがない。ただ現状を確認し率直な感想を述べたのに、今その遥か頭上ではまさしく一つの世界が消滅しようとしている。砕かれ壊され怪人に帰し、非造物はもちろんのこと、ここに住まう生物までもがもろもろに平等かつ例外なく死という運命を宣告されている。誰あろうこの男の手によってだ。響く歌声は美しく、阿鼻と共感の断末さまさえもが伴奏のよう。男が想像しこの世界に解き放った暴虐の天使たち、その超絶を極める破壊能力にさえ何ら考えを示さない。誇ることも恐れることも称賛することもなく、彼はあるがままを見取り続ける。ただ超然、彼を表現するならばきっとそこに落ち着くだろう。その思考は全てを超え、その精神は他の誰にも解せない。たとえ世界が滅びようともおそらく何の通用も感じまい。彼はすでに人とは呼べぬ、メロス・サタナイル、超越種の創造主である。超越種の創造主。近いな。
いずれはここも崩壊に巻き込まれる。名残惜しくはあるが、潮時か。セリフとは裏腹に、やはり口調には一辺の迷いも後悔も後ろめたさもありはしない。モニターの電源を落としたその虚素もよどみなく、携帯や瞬瞬は皆無だった。闇の中かすかに響く遥か頭上からの振動。破滅は近い。この世界で名手と謳われた国家が消えようとしている。暗いぞ。何なんだお前は。誰だお前は。そんな中流れた今一つの小姉には対照的な種があった。すなわち色があり心があり情がある人の声。人がこれから勝負かけよって時にそんな辛気臭い顔されるとテンション下がってしょうがない。喋り方もろライルだな。ってことはライルか。少しは俺のやる気が出るようなことを言ったりしないもんかね、こういう時は。声の主、男はさも呆れたと探索しながらサトナイルに目を向ける。その口調こそ軽薄だが、眼光は静謐だ。これからかける勝負とやらへすでに思考が向かいつつあるのだろう。ゆるい。肌から見ればやる気がないと取られそうな虚素にも、どこか対面したような緊張感をはらんでいた。果たしてサタナイルは男のセリフに初めて感情らしきものを覗かせる。おお、久しいな。未だ出てこれるとは思わなかったぞ、ロト。それに私の言葉ごときでお前を鼓舞させることができるのか。むしろ逆効果にしかならぬと思うが。だからさ、ネガティブにポジティブでいこうってこと。お前に期待されるとうまい具合でそんな気分になってくる。なるほど、それは配慮不足ですまなかった。軽く肩を含めて形だけの謝罪をするサタナイル。彼らはどのような関係なのか。敵同士みたいな感じだろうね。少なくとも仲間ではない。敵同士っても微妙だな。交わされるのは軽口であっても、そこに親愛の情など皆無である。二人の間に停滞する空気は、嫌悪や憎悪など安い思いをはるか超越した大敗。言うなればフグ大天の仇同士が発するそれに似ている。ともすれば次の瞬間にでも殺し合いそうな彼ら、つまり敵同士なのか。しかしそのようなありきたりな選択をもって決着とはいかぬだろう。つまりはそれほどの関係、敵という概念も限度を超えればこのようなある種友人然としたものになるのかもしれない。悟空とベジータみたいな。それは違う。勝負とやら期待している。お前の選択を賛美しよう。せいぜい踊ってみるがいい。それが劇的であればあるほど、あちら側からの干渉を期待できる。王冠の独裁者が玉座から腰を上げるほどの踊りならば。ああ、言葉途中に不吉な攻防が闇の中をひらめいた。殺気などみじんもない。だが結果がサタナイルの斬首となっても何も不思議はなかったろう。真横にナイダー銀歯が白磁の頬を薄く裂いた。お前の超高絶はうんざりする。今はこれで収めてやるが、決着はいずれつけるぜ。忘れんなよ。身を翻し去っていく男と、黙したままその背を見送るサタナイル。頬の傷はすでに完治し、彼の美貌は何ら損なわれることもない。だがふと思う。決着とやらは一体いつ果たされることになるのかと。ほんのわずかな、さまつな疑問、口に出して問うほどのことでもない。たとえ百年千年、いや万年待たされることになろうとも、彼は意に返さぬだろう。なぜならそのために、そのためだけにこの世界を滅ぼすのだ。望むただ一つの事柄を得るために。我らの心は深く重く、そしてどこまでも苦く甘い。今は爆砂に屈しても、いずれ放たれる時が来る。その時にまみえよう。ソアルがあればその場所で、私はいつまでも待っている。ラスボスだね、やっぱね。
敵はこうでなくてはな。どっかの三すくみかっこわらみたいじゃなくて。響く地響きに揺れる部屋。二人は互いに笑い合ってから背を向ける。過去、天使によって人類社会の名主国が崩壊した日の、それは一コマ。はい。うん、久々に見るか。いや、ほんと久々な気がするわ。確か何章ぐらいあんだ、これ。6章ぐらいかま、新年明けるまでちょっと本気を出してやろうかな。多分な。多分な。口約束だからな。マスター、お眠りになっているのですか？機械的だかしかしどこか遠慮がちな呼びかけ。彼はゆっくりと覚醒した。目元を彩る原色の洪水。その一つ一つが命の灯火だ。人口数千万を超える世界有数の巨大都市。そこに生きる人間たち、それぞれの営み、それぞれの思い。瞬くイルミネーションは彼に、郷愁にも似た感慨を呼び起こす。お前か、クリミナトレス。それ呼びにくくない？はい、マスター。お目覚めになったのですね。そばに、はべる少女。の声に、サタナイルは短く首を横に振る。眠っていたわけではない。そもそも彼は睡眠という行為を必要としていない。しかし起きていたかと言われればそれも違う。夢を見た。そう、あれは夢。長く遠い過去の夢。一日たりとも忘れることのなかった。さりとで思い出すこともなかった。なんだ昔の残水。この自分にまだそのような感傷が残っていたのかとサタナイルは苦笑する。しかしまた随分と待たせてくれたものだ。一度席を切った意味は止まらない。サタナイルは笑い続ける。あれからどれほどの時が流れた。1000年、いやそれ以上だ。一度崩壊した文明社会が再びあの時に匹敵する成長を遂げるほどの言葉で言い表すのが馬鹿らしくなるような年月。長かった。果てしなく待ちわびたこの時を。苦笑はやがて歓喜の波となり、無機質な部屋の中を響き渡る。これ時系列的にはどこら辺なんだろう。その場にいる今一人の少女はただ黙して語らず、主の背を見つめ続ける。慎み深いというのではなく、人形然とした沈黙を端正な顔に貼り付けて。ストライフからの報告は聞いていたな。どうやら種子が芽吹いたらしい。あーってことは普通に三章の後の話かな。彼らはここを目指してくる。これは決められていたことだが、後ろを向くか否かはわからない。そうおっしゃるわけですね。そういうことだ。未来はほんの些細なことでその姿を変えてしまう。ここまでは筋書き通り、少なくとも役者が揃う時まで、このまま続かなくいくだろう。
だがその後は何にせよ忙しくなる。これからはお前にも働いてもらうことになるな。仰せのままに、マスター。思考する少女を一別し、再び手元のイルミネーションを見下ろすサタナイル。果たしてこたびはこれらを滅さずに済むだろうか。うん。過去彼によって裂かれた左頬がかすかにうずく。面白い。天使の父、悪魔の主、地獄を創造した男はただ願う永遠の命題。自身の手によるアダム・カドモンの誕生。なんですか、アダム・カドモンって。謎だね。意外と普通のれっきとした社会があるな。キラキラと瞬く不夜城の輝き。この街は眠らない。闇を駆逐し、夜を否定し、すべての汚れを内包しつつも、華やかな虚偽のベールでそれらを見えなくしている世界。かの奈落、ソドムと呼ばれる隔離された町と対極に位置されながら、その実背中合わせの陰と陽。名前などは重要ではない。ここはツワール。おお、ここは外の世界か。まあやっぱ普通の世界ですから。中でも世界屈指の文明水準と人口を誇る一つの都市。天をつく摩天楼の下、網の目のように張り巡らされた幹線道路を循環する車体の流れと、種族を問わず老若男女が闊歩する人の群れ。俯瞰で見ればそれは都市という巨大な生物に流れる主役とも取れるだろう。理路整然とよどみなく機械仕掛けの人形を見えた流れに沿って進む街だ。説明長い。そこにあるのは運の乱れもないシステムの具現である。ここに存在するあらゆるもの、あらゆる事象、それら全てが計算され統合され、鉄とコンクリートの外観に電子の檻を持って形成された人口の箱にまだ、まあつまり我々の住んでる世界と近いものがあるというわけだね。なるほど。この世界は健常であろう。病の類が見当たらない。そう、病的なほどに悪の匂いが存在しない。行き交う人々は皆笑顔。老いも若きも男も女も裏のない老化のような笑顔ばかり。異常である。人の営みに喜怒哀楽があり、悲哀増快というマイナスファクターも混在して叱るべきだというのに、彼らの顔はみんな一様に同じもの。すなわち寒気を催すほどの笑顔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 ばかり。逆に笑顔しかないみたいな感じか。成人の8割以上が殺人を経験していると言われる隔離がいいの道路よりも、この面をかぶったような群れの方が格段に不気味である。正常な思考の持ち主が彼らの中で生活すればまず3日と耐えきれない。嫌な世界だな、こっちは。まともな世界が欲しいですね。なぜなら彼らは人ではない。怒らず、憎まず、悲しまず、それら負の感情、より概念的な言い方に変えれば悪という概念をその脳から排泄されているのだから、うん、なんか RPG とかでさ、なんかラスボスの何理想郷みたいな感じの世界だな。過去年々増加の一途をたどる凶悪犯罪を根源から断つために提唱された法案によって、国民の脳には特殊な制御チップが埋め込まれた。一部の支配階級にいる者たちを除いてこの世界に人はいない。いるのはただその形をした人形のみ。家畜の群れに他ならない。怖い。人道的な見地から言えば決して許されることではなかろうが、もとより彼ら摂取される層の者たちは考えることを放棄して社畜じゃねえかい。日々を楽に謳歌して自身は指一本動かさぬくせに、何か不具合が生じれば支配者たちを糾弾する恥知らずの愚民ども、そのような低劣な輩から元から人と呼べぬだろう。だから考えなくとも済むようにしてやった。
支配者たちは声を揃えてこう言うのみ。お前たちは笑っていればいい。何も感じず考えず、ただ日々のダミンを貪るがいい。勤労かつ従順であり、さらえすれば幸福という幻想に酔う権利を与えてやると。歪んだ兵は狂っている。純粋培養、それを感受している住人たち。死と悪徳に満ちたソドムと対極にありながら、二つの世界はしかしどこか似通っている。それはすなわち、どちらも人の本質を突き詰めた奈落であるということか。天国であれば地獄であれ、極地を指す言葉であることに変わりはない。果たしてこの世界でイニシアチブを握る支配者たちの一角、彼らは今ある議題のもとに論争を展開していった。すなわちジューダス・ストライフが確認した天使の存在についてである。はい、疲れました。しまってえな、やべえ、まあ、とりあえずまあ20分ぐらいですけども、なんでしょうね、なるべく投稿を早い感じでやっていきたいと思いますので、お願いいたします。では、お疲れ様でした。